はい、どうもこんにちは、琉球ライダーです。沖縄晴れ、今日の元ブログを始めていきたいと思います。今回の動画は、CB7 班このね、インプレッションをしていきたいと思います。最近このね CB7 班を購入したので、今回はこの CB7 班についていろいろ話していきたいと思いますね。ここ最近沖縄ですね、天気悪くてなかなかね、がっつりとバイク乗れなかったんですけども、今日はねこの秋晴れの中 CB7 班を引っ張り出して走ってます。めちゃくちゃ気持ちいいですね。もうね秋に入るとですねバイクシーズンですから、本当にね毎日でもバイク乗りたくなりますよね。さてそんな困難で CB7 班のインプレッションですけども、その前に海が綺麗ですね。今日の沖縄の海もめちゃくちゃ綺麗ですよ。晴れた日はですねやっぱりこの沖縄の海はコバルトブルー、真っ青、ネイビー、まあいろいろね表現はあるんですけど、癒されませんか？僕は癒されます。はい、さて CB7 班のインプレッションですけど、まあまだね、買って乗ってからですねそんなに日は経ってないんですけど、まあファーストインプレッションというか、まあそういうのをね、話していけたらと思います。はい、CB7 班、結論から言うとめちゃくちゃいいバイクです。本当にねいいバイクですね。もうバランスがいいというか、乗りやすいというか、これはね、なんかね、ただただいいバイクだなというふうに思いますね。もうまずポジショニングですね、ポジショニング、CB7 班のポジショニング、これはね、とてもね、乗りやすいポジショニングをしてます。CB7 班はですね、バー班なので、体を起こして、乗ってるようなバイクですからね、本当に楽な姿勢で乗ることができますね。でセパレートハンドル、セパハンの、ね、バイクと違ってやっぱりねすごく楽に、ライディングすることができます。まあ、この辺りはですねやっぱり乗りやすいバイクという一言に尽きるんですよね。まあね、はやぶさとちょっと比べてしまうんですけども、はやぶさの場合、セパハンなんですよね。でセパハンといってもですね、SSK のようなバイクともちょっと違っていて、そんなにきついセパハンではないんですけども、ただですねやはり、このような CB7 班のようなネイキッドバイクと比べると、どっちが楽かといったらこっちの方が楽ですね本当に楽ですからね、ずっとね走っていても、ずっとねこのバイクにね乗ってね走っていてもね、なんか疲れを感じないというか、もっともっと走りたいみたいな、そんな感じがしますね。まあはやぶさの場合はですね、ちょっと適宜に休憩なんか入れないと、ちょっときつい時があります。はい、さすが CB7 班は教習所のバイクに選ばれるというだけあると思いますね。 CB7 班のポジショニング、ライディングはすごく楽です。すごく乗りやすいです。あとはですね CB7 班のこのエンジンフィーリングですかね。 CB7 班って空冷エンジンの4気筒そしてキャブ車ということなんですけども、設計がね古いバイクなんで、高性能というわけではないですよね。それなりのバイクかなという感じです。ただね排気量がやっぱり 750cc ありますから、パワフルなバイクじゃないかなと思うんですけど、一応スペック的に見るとですね、馬力は75馬力ということになってますね。これってはやぶさと比べると、半分以下ということになりますね。どうしてもねはやぶさ乗ってるからはやぶさと比べてしまうんですけども、とはいえですね75馬力だから馬力がないとかパワーがないとか、そういうことではなくて、どっちかというとですねこの日本の道ではですね、おそらくねこの辺りの馬力がいいんじゃないかな、75とか80馬力くらいの、バイクの方がすごく走りやすいんじゃないかなと思いますね。
まあ、CB7 半ってあの特徴がないバイクと言われるんですけどね、まあ、その特徴がないのが特徴というバイクだったりもするんですよ。そしてね、スタンダードなバイク、普通のバイクとかね、いうものなんですけどもね、いやいや、乗ってみたら分かるんですけどね、本当にね、いいバイクですよね、これ。例えばですね、大型を初めて乗る人とかですね、この CB7 半は本当にね、適してるバイクじゃないかなと思いますし、リターンライダーですね、昔バイクに乗ってたけど、またね、バイクに乗ろうかっていう風に思ってる人も、僕はこの CB7 半いいんじゃないかなと思いますね。まあ、適度な排気量と、そうですね、扱いやすいハンドリング、また楽なポジショニング、まあ、このあたりはですね、やっぱりバイクに乗る基本というか、うん、そういうのを、ね、思い出させてくれるバイクですので、まあ、久しぶりにバイク乗るとかいう人にもおすすめだし、ちょっとね、大型に挑戦しようかなっていう人にもおすすめです。はい、あとは何でしょうね、まあ、CB7 半といえば空冷エンジンというところでしょうかね。まあ、この空冷エンジンはですね、すごくね、独特なフィーリングをしてます。最新のバイクとは違ってですね、まあ、やっぱりもっさり感みたいのはありますね。ただですね、なんだろうな、ネガティブなもっさり感というよりは、ああなんかね、懐かしいなっていう、そんな感じのバイクですね。そうそう、昔はね、こんなバイクいっぱいあったよなっていう感じだし、まあ懐かしい、なんだろうな、古き良き日本みたいな、まあ、そんなのをね、味合わせてくれるバイクですね。なんかね、懐かしく、そして、しみじみとするバイクですね。はい、おそらくですね、僕のようなおっさんとかはですね、このような空冷バイクにはキュンキュンするんじゃないですかね。うん、最新のバイクにはないバイクがね、この空冷エンジンを積んだ7半にはあると思います。まあ、そのあたりをね、感じたい方はね、CB7 半 RC4 にはね、本当におすすめです。はい、いかがだったでしょうか、CB7 半のインプレッションですねポジショニングとかですね、エンジンフィーリングとかしか話してませんけども、まあそれくらいかな、今のところは。はい、だってね、買ってからね、まだ間もないんですよ。はい、ファーストインプレッションということで、エンジンフィーリング、そしてライディングポジションですね、まあ、そのことについて話しました。これからですね、まあまたこの CB7 半といろいろ対話して、まあ、気がついたことがあればね、動画でアップしていきたいと思いますので、よかったらご覧ください。はい、というわけで今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。